はい、今日は練習終了後、田中剛選手と篠原光さんに来ていただきました。練習お疲れ様でした。いよいよ2連覇に向けてプレーオフ始まりますけど、じゃあまず光さんから意気込みとかあればお願いします。まあ、そうですね、今年ちょっとフォーマット変わってファーストラウンドから、まあ、僕らになってしまったんですけど、まあ、その分試合できるので、まあ、苫小牧からなんですけども、まあ、本当最初から全力で、まあ、チーム一丸となってファイナルに行けるように頑張ります。はい、じゃあ5。はい、まあ、連覇目指してここまでやってきたんで、苦しいシーズンだったと思いますが、最後勝って終われるようにフリーブレイズのプレーをプレーオフ全力で出して戦いたいと思います。はい、じゃあ2連覇に向けて、まあ、厳しい戦いが続くと思いますけど、おじさん2人頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。